ーの、ワースタートーク部。さあ始まりました、ワースタートーク部。今月の MC を担当します児玉りりかです。よろしくお願いします。イエーイ、りりかちゃん。さあそれではまず早速ね、自己紹介にそれぞれの行きたいと思います。はい、神戸出身、20歳。最近よく SNS のところ広告、SNS によく出てくる広告のゲームをいろいろダウンロードしまくってます。坂本葉月です。よろしくお願いします。あった、その時期リーカも。そう、いろいろ片っ端から入れてみる。飛んじゃったら本当にムカついて全部改めまして、北海道出身17歳、児玉りりかです。最近はアイスの爆食いをする YouTuber を見ることにハマってます。よろしくお願いします。いいね。どうぞ。はい、愛知県出身17歳、ミシナルガです。そうですね、今日はこのパーカーを持ってこなきゃいけないということで、急いで洗って、急いで乾燥かけて、ちょっとあったかいやつを朝慌てて、畳んでしまってきたら、ちょっとシワになってるのが気になりますね。なりますね。本当に気になって、今もうモヤモヤしてる、ずっと。ちょっと遠かったわ、ずっとピーピーやってる。みんな今日は触れないであげてください。白飛びしてあんま分かんないのかな。白飛びさせて頑張ってください。そうか、なんかこうやってやってればいいんだ。おかしいから。ちょっとやめて。はい、はい、それでは今週はこの3人でお届けします。よろしくお願いします。コメントが来ないよ、ね、ない、ね、コメントが困っちゃってるね。はい、はい。できますかね。それではこの間にですね、番組の説明をしたいと思います。この番組は私たちワースタが可愛さだけではなく、キレッキレのトークで皆さんを楽しませちゃうという番組となっています。はい、ということでですね、最近あったことをね、少し話そうかなと思うんですけど、そうですね、まあ一番大きかった出来事はスペインじゃないですか。行きましたね。9月の終わりから10月頭にかけて私たちスペインに行ってきました。やった。皆さん知ってますか。あらあら、そうね、そうなんですよ。スペインに行ってジャパンウィークエンドマドリードと、ね、はい、マドリードイベントに2日間ライブさせていただいて。そうなんですよ。すごい熱狂的、一言で言えば、ファンの方が、めっちゃびっくりしたね。びっくりだよ。ちょっとね、ステージの端に寄っただけでそんなと思って。映像を見てほしい、ね、本当に、ね、こうなんか日本とかと全然ノリとかこうライブの盛り上がり方が違いすぎて、本当にYouTube にワスタのスペインでのライブ載ってるんで見てください、はい、ぜひぜひ。本当に ねすごかった。ヨキエロビビールがさ、本当に本物の方たちが歌ってたんですよ。本物の方たち、スペインのね、そうそう、スペイン語でヨキエロビビールを言ってくれて、ね、すごかったよね。素晴らしい、上手だった、あれが本物かってなって、マイクも消そうになってた。私勝手な個人的なやつなんですけど、ステージ上でスペイン語でハッピーバースデーをみんな歌ってくれたんですよ。あったね。もう一生忘れないです。どう、どんな歌詞だったの？どんな歌詞だった？どんな歌詞？ちょっと一回歌ってみようか。よっけーらおめでとう、よっけーらたたう。はい、それではですね、次の私の生誕祭もあったんですけども、そうだね、本当つい最近ですね、来てくださった皆さんありがとうございました。いらっしゃるのかな、ありがとうね。切り方がすごい、もうついの話一気に終わっちゃってるんですぜひまた行きたいね。はい、また行こうね。すごいあったかい国でした。だもう全員があったかいところだった。次こそアデナーの2人と本場でコラボしたいなって思ってるので、ね、お会いしたいですね。また行かせてください。スペインの方行きます。待っててください。またね。はい、生誕祭もね、本当に私がこう一からいろいろ考えさせてもらいまして、はい、この度は、はい、ありがとうございます。この度はなんかみんながこう私の T シャツを着て、おめでとうって言ってる光景が愛おしかった。あ、そうだそうだ、衣装ね。そう。リカの生誕グッズの T シャツを着て、そうそうそう、今回会ってね、やったんですよね。そうなんですよ。そう、うん、あれ可愛いよね、めっちゃ。どうしたん？この3人、そう、今見てなんか止まっちゃった。この3人安定感がないって。いや確かに、ね。グダグダ。あんまりね。でも
意外となんかこの3人は珍しいと思うんだけど、あのワースタがこう結成された時に七瀬とミリ高校生なる組ですぐ上京したんだけど、3人は地方に住んでて、東京の時は同じ部屋だったし、夏なんて1ヶ月ぐらい毎日一緒に住んでたの。ずーっと一緒にいたね。全然喋んないけどね。喋んなかったかな。確かに一緒にいすぎてね、寝る時間が違うからさ、みんなここほんまにルガお風呂入ってたらリリカ寝てんだもん。寝てるし、で朝起きんのもリリカめっちゃあの朝ちゃんとシャキッと起きんねんけど、ルガもう出る10分前とかに起きるから、ルガもう出るよもう出るよって起こしてこないだもんって言って朝からね、起きないだもんって怒られるっていう、そういうね、あの安定感はあります。ありますあります。そうでも確かにね、配信番組とかねこの3人でやることはねあんまないもんね。とてもね安定感よく頑張りますので、はい、最後まで見てくださいぜひ、はい、楽しんでいきましょう、ね、あとみんながめっちゃ気になってるこのパーカーですけど、ね、たまたまめっちゃ濃いよね色が、たまたまねこれメンバーそれぞれ好きな色選んで着てるんですけど、そうしたらね今日は3色、今回はスタッフさんとねメンバーだけが持ってるパーカー、前回も1個あったんだけど、今回はねこれなんかみんなが欲しがってくれたりするかなみたいな、そう欲しがってくれたりするか、これみんながね可愛いなとか、そうそうそう欲しいなとか言ったらなんかどうにかもしかしたらなんかね、欲しいってスタッフさんのツイッターとかで言ってください、一回リプしてみよう、そしたら商品化できるかもしれないから、匂わせといてって言われたから、そのまま言わないで、はい、でも本当に可愛いんですよ、ダボダボしてるし、ね、これは XL ね、これ私 L だけど、 XL 何色が欲しいんだろう、でもねみんな、これわかんない、推しと同じ色がいいのかね、そういう時ってか着やすいのかね、みんな何色が欲しい、この3色だったら何が人気なんだろうね、ネイビーはないですね、ないですね、この3色、白ブラック白でも白はない、グレー黒グレー白、あでも結構いいあれだね、結構バラバラやね、うーん、そう後ろのね絵はみんな同じやつですよ、デザイン一緒ですよ、デザイン一緒で色だけ違 う、 色違う、あ3色ともちゃんとあれらしいです、いい感じらしいので、いい感じにバラバラ検討しときます、スタッフさんお願いします、大人が、はい、ということで今日も楽しい45分間にしていきたいと思っているので最後までよろしくお願いします、よろしくお願いします。それでは番組を進めていく前にショールームの機能について説明します、はい、会員登録がまだの方は無料の会員登録をして番組に参加してください、はい、画面下にある鳥さんマークを押すとこの番組をツイートすることができるので皆さんぜひこの番組を拡散してください、はい、そして私たちの個人ツイッターもありますのでまだフォローしてないよって方とか LINE も公式の LINE がありますのでそちらのお友達登録もぜひよろしくお願いします、お願いします。そしてそれらの情報は画面左上にあるバナーからあのホームページに飛ぶことができるので、うん、ぜひフォローの方よろしくお願いします、よろしくお願いします。さらにさらに今週も番組終了前にランキングを読み上げた時に1位から3位までのランクインしている皆さんに、うん、私たち3人のサイン入りチェキをプレゼントします。レアですよこれは、確かにね3人っていうのがまずレアですね、レアだね、ということで皆さん最後までよろしくお願いします、よろしくお願いします。では早速、はい、最初のコーナーに行きたいと思います、はい、題してワーストテーマトーク、声が通る、はい、こちらはですね毎回いろんなテーマを設定してエピソードトークをしていくというコーナーになっています、はい、今月のテーマはほっといてよと思う他人からの指摘、ということで、ほっといてよ、世の中にはえそこ気になっちゃうのとか、別に良くないって思う指摘をされる時がありますよね、あります、今日はその自分が感じた違和感のある指摘について話していこうと思います。なるほど、じゃあ早速行きますか、どうしようか、じゃあ葉月、はい、お願いします。私はこちらでございます、インスタグラム、インスタグラム、インスタグラム、あのこれ多分ね共感者多いと思うんやけど、うん、あのちょっと前かな、うんうん、あのインスタグラムを開いた時にあの、うん、ちょっと上にちょっとバナーっぽくなんかインスタグラムの中からのお知らせみたいな文章があんねんけど、うん、
そこに書いてあった文章にちょっと私はほっといてよって思ったんですけど、インスタグラムは友達が多いほど楽しく利用できますって言って、いやいやいやと思って、確かに言われた言われた、確かに友達多い方が楽しいとは思うよ、けどだからってその友達少なくても楽しくないから、少なくても楽しいよって、それね、あれはほんまにえってなった、うわー、ほっといてくれよと思って、楽しんでるし、しかもさ、なんかもう館内用とかさ、例えば自分はさ、そう投稿しないので作ってる人もいるわけじゃん、そう見るためにね、ね、そういろんなね、そんなのほっといてくれよってなるよね、これなるよね、あれめっちゃ言われてるほんまに今でも言われるのもあるのかな、あるのかな、さあ、最近表示されへんくなったから、ちょっとあれ、葉月の思い届いたかなと思ったけど、これは辛いね、うん、確かに言われた、びっくりした、ね、いや十分なんですけど余計なお世話確かにほんまに確かにね、これはもうちょっと最近ほっといてって思います、いやー確かにこれはもうフォローしてる人とかフォロワーが少ない人も完全に共感できるやつじゃないですか、ほんまに全然自分があげる楽しみもあるやん、確かにインスタってもう上げて満足のね、そう、自己満足な部分もあるから、もちろんね、それでたくさんの方に見てもらっていいねとかコメントもらったらそれは嬉しいねんけど、いや別に友達多いもうそんなことないけどなと思って、確かにね、ちょっとねそれはほっといて、でもあれだろうね、これは逆にさ、うん、めっちゃフォロワーもさ、フォローしてる人も多い人からしたら、全然何気ない文章なんだろうね、あー確かに、何にも引っかかんないんだろう ね、 確かにね、フォロワーさんだけ多くてフォローするのがめっちゃ少ないから自分はそうね、じゃあ満席本当で、満席本当で何確かにね、でもさ逆にさ、こっちからリリカからするとすっごいフォローしてる人が多いとさ、うん、絶対見切れなくなる、見切れない、そう見れない、だから今でも見れてないもん、そう限界なの今、一画面にさ一つの投稿じゃん、ね、インスタって、そうだね、うん、絶対少なくても楽しいですよインスタさん、ほんでだって葉月の一日の終わりの絵日記だけで十分だよ、ね、ストーリーのやつね、うん、ストーリーのやつね、確かにストーリーあの人のあの2枚の写真だけで十分だもんね確かに確かに、今日何したか分かるしね、そう、今日ね、うん、そうぜひ、いやー確かにね、これは分かる、ほんまにすごい共感できるな、これはほんまに全国の皆さんが思ったと思いますよ、うん、友達多ければか、すごい確かに、ひろかんななせちゃんが余計なお世話だなって共感、笑ってる、笑ってる見てるな、ツイートしてる、ななせ見てくれるの、ありがとう、ななせちゃん、ね、寂しいよね、そういうこと言われるとね、わかるよね、これからも楽しくあの自己満でインスタやっていきましょうね、はい、楽しんでいきましょう、自己満ってわけじゃないからね、一応この人たち、公式の人たちはね、私たちはそう、私公式で一応やってるのでフォローよろしくお願いしますね、友達になりましょうね、なりましょう、多い方が、多い方が楽しいらしいので、いやー面白いね、うん、じゃあ次ルカいきますか、はい、じゃあ私スマホ忘れてるよ、おお。あのこれありがたくない、これどうなんだろう、私たち楽屋とか、うんうんうん、例えばね、うん、あの携帯充電するじゃないですか、コンセントさせていろんなところに、うん、それで楽屋もう出るときに、うん、お疲れ様でしたって出るときに全部片付けて荷物も持って、うん、ってときに、うん、充電をギリギリまでしたいの、あーなるほどね、だからもう出るときに回収するっていう気持ちで、うん、ちゃんとギリギリまで置いてるのに、うん、荷物まとめ始めたときに、うん、ルカスマホ忘れてるよこれあれ言っちゃうちょっとごめんごめん今充電してるんだそれって確かに充電見てみって、確かにいやそうね、あ言っちゃうこれ、言っちゃうね、でも確かに充電ギリギリまでしたいメンバーも多くない、結構みんなギリギリまでしてるけど、もし本当にそれが地方とかでさ、うん、忘れて帰ったら怖いじゃん、でもね、それはそう大切だし、うん、って思ったら言いたくなっちゃうよねやっぱり、まあそうでも言いたくなる正直、うん、あの変なとこに置いてあるやつとか、そうあの部屋の角とか端っこやんか、端っこのよくわかんないとこに刺してあるコンセント、ある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 あそうあの携帯忘れてる、でも言っちゃうなこれ、なんかいろいろね、うん、恋忘れてるよ系って多いで、なんかちょっと
置いてあるんですみたいな時あるね、はい、結構言っちゃうかもしれない。落ちてるよって言われるけど、ちょごめんそれ今置いてあるあ落ちてじゃないのねって置いてるの。確かにね。でもなんかみんな基本さ、うん、メンバーそれぞれ言いたがりじゃない、言いたがりというかさ、結構言うよ ね、 言うね。自分のこと心配しないのに人に心配しすぎなんだよねルカリップ忘れてるよって言って置いてるだけとかね。ちょっと今置いてるから確かにね。おギリギリまで充電したいのね。じゃあもう言わない制度にしてみる。一回言わんとく。何があっても絶対にあの他の人のものが楽屋にあっても言わずに出るっていう制度を作る。ミリのもの全部なくなる。そっか。物どんどんなくなっていく。確かにね。本当に忘れそう。でもそれやったら、それだとしたら、いやたまにリアルに忘れてる時あるからさ実際。あるよね。あるよね。あるよね。あれない？あるね。あるよ。でも物とか多いね、化粧品とかさ、化粧品置いてあったりとか。いやでもこれはちょっと分かるな、充電、ね、特に言おう。なんだ、分かった、刺す時に言えばいいんじゃない。あ、最後まで刺しますこれギリまで置いとくからって言えばギリまで刺しますね。で、葉月とかさ、うん、結構さ、こう、うん、あのもうさっきに準備終わってて、こう結構楽屋も忘れ物ないかなって見渡したりする時とかに置いてやると、うん、もうむしろあの全然そんな知らんからさ、うん、抜いて渡しに来ちゃう時ある。あ、忘れたねってあれ抜いてくれるのそう、抜いて渡しにまで行くから、ね、確かにその時あ刺してた、あ刺してた、ごめんごめんってまた戻るけど。確かに。いや、さっき言おう、ほんだら。あ、いいね、刺す時に、うん、刺す時に言おう。あのギリギリまで刺すんでって一言言う。ギリまで刺します。あずき抜かないでね言っといてそれ解決やもう、うん、確かに発信してこう。ワースさんの楽屋もそれ制度にしてこう。あの、ね、ギリギリまで言わないでほしいときは、まあ、もう事前に言いながらやる。ああ、解決しましたねこれはそうだね、うん、みんなもこういうあの困ったことがあったらね、はい、解決する企画だっけ違うね、ほっといてよ、ほっといてほしいねんけどな、ほんまは解決しました。なるほどね、これはよね、確かにみんなもなんかそういうのあると思うよ、共感できるね、わ、うん、かる。それでは私、はい、最後いいですか。ラスト、リリカちゃん。私はこちら、 LINE の短文、うん、あのこれはもうほっといてよというか、うん、すごいこれが嫌な人もいると思うんですけど、私、はい、すごい仲いい人とかってもう単語単語で送っちゃうんですよ LINE を、うん、例えば10時にここに集合だったら10時にここに主語みたいな。 には嫌だ本当にこれ本当にそう、葉月にすっごい言われるの、これを。ほんまにもうだから言うんだ、直したいんだけど、こう打ってたら送りたくなっちゃって、でなぜいつも送っちゃうの。そう、でも私もやる人なんだよね。そう、ルカとはここ多めやな、ここ多めやで、ね、短文が お互い短文のせいで、あの短文短文だからね、これ交互に来るのうわうわうわでもここはだから全然気にならない。気にならないんだ。でも葉月は人会話につき一つのメッセージで来るから、一、ね、つの話題は一つのメッセージにまとめないと読めにくいやん。いいと思う。そう、おあ、そう、これしかもこれ聞いてほしいんですよみんな、あのこれはまだまあ、パッと見スクロールしやんでも読める範囲だった時は、まあ、ちょっと多いなって思うけど、ブー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 なるからな、うん、多いなって思うけど、たまにこの人あの誤字した時もそのまま直さずに、なんかその次の文章ねみたいなの送ってくるんだけど、いやどこのねってなるし、なんとかかんとかるそうなんかてるみたいなとか、なんか例えば10時に渋谷に集合ってやる時に、ここを例えばぬとかにしちゃいます。で渋谷にまで打った後に気づいたらここでぬを挟むの、うん、急になんでぬ入れるの。10時ぬ渋谷にぬぬって送っちゃったわ。そう、送ってこれをやるのやっちゃうの。ルカだったらここに分かったって入るじゃん一回うわ10時に渋谷 OK なんとかってね、このさ間に全部入れてくるからさ、ここ変なの入るんだよね。10時に渋谷、わかった、えとかちょっと次にね、次に自分が言いたいことの前に一回えって送るじゃん。これねえとか言って、ここに集合んって
入ったりするんだ。確かに。何の会話してるか分からないからね。結局分かってないとかよくある。でここはなんかその短文同士だからまだ成り立つけど、葉月みたいな人だとあのこっちにこれが一文で来るの。でリリカがパン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 って送るからもうなんかよくわからない。会話できへんもんね。あのそういうさ LINE とかってさ、あのこう。会話しやすいアプリやんか、うんうんうん、会話するためのアプリやん、うん、やのになんで葉月はこの1会話のために1回スクロールせなあかんのっていつも思うねん。なんでって たった10時に集合だけで渋谷に10時に集合こんなんやん1個にしても10時に渋谷にぬ集合そうね集合うん、あ分かったって送った後にもララララって来るからそうこれをよくやっちゃうんですよ。だから頼むっていうよりそう葉月にこれをすごい言われて、うん、直さなきゃなって思うんだけど、やっぱでも誤字したらさここ気になるじゃん、気になって進んでいくない？この後に気にしてもらっていい？このさ渋谷ヌの後にヌってきたらさ、いや何のヌ何のヌってなって集合で終わるから、ちょっと待って、でも渋谷これは本当に人によると思うんだけど、短文で私みたく、うん、もう言葉言葉で送る人いますか？はい、これ普通こっちじゃないんかな、まあ、若いから若いから若い人の方がそんな頭がちょっとでもする人多いかも。ほらはーいとか、でもルカやられるのは嫌だ。どういうこと？あでもリリカもちょっとやだめよ。やられるのは嫌だ。なんで？スチブーブーブーってなったらうるさいもん。うるさい。君たちいつもあなたたちのラインすんごいうるさいからね。グループラインとかで言うときなんかあでもハズキの方が話しやすいかも。なんか一回でブーってきてさ読みやすいじゃん、うん、私はもう好きなようにほらねえおかしいじゃん。送れるしね、なんで送りたいかってその文を書いてる時にね、うん、あの書いてる途中に違う人から来るのが怖いじゃん、うん、だから書いてる予感を出すの。グループラインとかね。あーそういうこと。リリカは普通に文章忘れちゃいそうなの。なんて言うんだろう。いやそれなんて言うんだろう。それもう根本的にやばい人やんそれ。こう打ったら、うん、すぐ送りたいのこの文字を。わかる？うん、あれおかしいな。でもわかる人いるよ結構。あでも出し、ね、やっぱあの長文よ結局あれですね。短文同士は短文同士で会話してもらって、あの相手に合わせるっていうこと覚えよ。いいよ。絶対せえへんこの笑顔。でもちゃんとあのちょっと距離ある方とかスタッフさんとか、うん、ちゃんとしなきゃいけない時はちゃんとしてる。すごい。でもやっぱあれなんだよ、 LINE って3行ぐらいで次あの見えなくなるの1行目。結構あの大人の方がちゃんといるグループ LINE とかですごい長文のやつが来て、あるあるある、みんなが長文で返してるやつに返さなきゃいけない流れが来ると、うん、あの1日5億とかになっちゃう。書けなくて。なんでなかっこルカこうスクロール、それこそこの中でスクロールしてるやん。いつもなんだけど、これはずっとなんだけど、うん、こう大事な話とか例えば LINE でしてみんな承知しましたとかよろしくお願いしますって返してこう何時間かもう半日経った後ぐらいにルカだけ承知しましたよろしくお願いしますみたいな来るの。何に言ったってなるよ。その返信だけになんでそんな時間かかるんで。しかも忘れてるんだって。すごいあるよね。あのそうやって送って取っときってさ、うん、この文章に対して、まあ、みんなはさ承知しました承知しましたって送ってるやん、うんうん、あのルカの時だけ絶対あのこの今日とかさあの一個ちっちゃいやつ入るよね。ルカわかる？あの日付変わってから日付また入れるから一個だけルカ段差なんかあんねん。とかみんなが承知しました承知一個来て、うん、承知しました承知しました来て次の違う方から一つのことがまた情報が来る。でみんな承知しました承知しました言うから私もろもろ承知しました。ルカのもろもろ承知しましたよう見るもん全員の。そうそれがあるよね。やっぱ LINE ってさ性格とかその人の個性すごい出るよね。いやーわかるな。もろもろ承知しました。もろもろ承知しました。よく言ってる。ありますね。いやそれぞれありますね。ほっといてよっていうこと。ありますよ。まあほっときましょうね。はい、そういうのはね、はい。合わせてもらって LINE も全部。私が。人にはそれぞれあるので、皆さん、はい、あの自分を大切にこれからも頑張ってください。すごいまとめ方。はい。はい、以上ワーストはテーマトークでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。はい。題して。
ワースタのこれっていりますか？いりますか？いりますか？はい、こちらはですね、私たちが日々の生活の中で感じているこれって必要かなっていうものを発表して、必要か必要じゃないかをみんなで議論していくというコーナーになっています、はい、でもいっぱいありそうだよね、考えたら。確かに ね、世の中いろんなものありますからね。それではじゃあルカからいきますか。はい、はい、じゃあ私のこれこれっていりますかは言いづらいメニュー名。あるある、なんかあるあるある、おしゃれなカフェとかうん、うん、おしゃれなご飯屋さんとか行くと、うんうん、ちょっとあのどっから言えば伝わるかなレベルの長いメニューか、うん、言うの恥ずかしいメニュー名ばっかりあって、あでそれをこれくださいって言うと店員さんがちゃんと言うの、全部言い切っちゃう。あでわざわざ言うの恥ずかしいからこれって言ったのに言われるのもちょっと恥ずかしいみたいなあれだよね、なんか例えばさ、こっちのさ女の子とかだったらいいけどさ、うん、例えば男性とかさ一人でさお店入った時にふわっと卵のなんちゃらオムレツみたいなのとか言いづらいよね、きっと男の人とか、恥ずかしい、うんうんうん、そういうことだよね。タワーがあーミケールさん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、そう商品名、じゃあ商品名、ね、なんか言わなきゃいけないやつ恥ずかしい、クリーミーなんとかなクリーミークリーミーなんとか、なんかクリーミーチョコレートフラペチーノみたいな、確かにねクリーミーじゃなくてもいいじゃん、なんちゃらなんちゃらのそこのさ、なんで2個で伝わらへんのかなって思っちゃうよね。そう、確かにね、あとさ、なんであんないっぱいつけるんやろね、クッキー&バニラみたいな、アンドアンドアンド言う恥ずかしい、わかる、確かに、あなんちゃらアンドなんちゃらアンド、アンドは言えない、普通の会話でアンドって言わないもんね。それはそうやね。あワースタのカフェのメニュー嫌だったね、ごめんって、結構なネーミングセンスだったよね、あれ。しかもみんなで乾杯ゆえゆえゆえって言ってたのな、ちゃんと全部読ましたから、ちゃんと言わせて、あ確かにね、指差しでね、指差しでね、これでこれでって言うけど、うん、店員さんに言われるのもちょっと恥ずかしいんだよ。そうそう、なるほど、ね、でもたまにさ、そうやってさ書いてあるから、うんうんうん、ちゃんと読むときあるやん、うんうん、したらさごっついさ店員さん略すときなの逆にね、なんちゃらサラダで、え、おはい、あそれとこだわりなんとかサラダっていうのに店員さんが略しちゃったらちょっとめっちゃ恥ずかしい、シーザーサラダですねみたいなね、シーザーサラダで伝わるんやいいねんなと思って確かに、そうそうそう、いやわかるな、これは確かにね、あとさ恥ずかしくなくてもすっごい長いやつとかあるじゃん、え、そう、なんかどこを切り取れば伝わるかっていうのを考えることで、うん、確かにね、メニュー決めるの大変、わかる、これ言いたくないから頼めないとかあるんだよね、たまに、ほにゃららプランとか、ほにゃららプラン、ほにゃらら、あー、あなるほどね、そういうことか、確かに、な、何ギガギガ、なんて言うんだったっけ、なんなんて言ったら分かりやすいかな、でも家族割とかさ、うんうん、なんて言うんだろう、あれ家族お得なんちゃらプランそうそうそう一人でいるのに言わなきゃいけない、確かに確かに、確かにね、ギガモンギガモンとか、ギガモンプラン系もね、いやなんかあるよね、そういうの、なんかなんでさ、あえてみんなさ長くしたがるんやろね、うん、分かんない、でもなんかさ、うん、やっぱ美味しくさふわふわとかさ、とろーりってついてたらさ、美味しそうに感じるじゃん、うん、それ狙いだよね、きっとそうだよね、そっか、なんか、でも難しいね、コースの名前、あーあわかるな、学生でコース名がわかんない、確かにね、でももう世の中、でも、個人、塾とかさ、うん、英会話とかにさ、うん、個人、何マンツーマン短期集中なんとかなんとかトレーニングコースみたいな、ある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 それただそのマンツーマンコースでやる確かにマンツーマンコースでやる、マンツーマンコースってもうそれが一番わかりやすいし、そうしてほしいな、うん、うわーわかる、ウルトラミラクルフルアイナリナリジャゴビームはどう、じゃあよくしましょうか、これからウルチョコウルチョコッダダンすごいみんな言うじゃん、あれ言いにくいと思ってるのか、あ言いにくい、辛いな、あ
確かにね、なんでくるくる言うとんかなっていうところ、フラペチーノの名前とかもね長いの多いよね、確かに、ね、でさ、そうやって呼んだ時に限ってちょっと噛んでもたりとかした時にもうあ、もうこれでもうこれですって、確かにね、うん、なんかいや分かる、これは確かに、まあつけたらね美味しそうとか、言いにくいの本当にね、めっちゃ難しい漢字なのに読み仮名書いてくれないとか、ある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 、うわ、そんな当たり前にみんなが読めると思わんとって、合ってると思って言ったやつすごい何も言われずにただ直されながら言われるの、確かに、なんとかなんとかかんとか豆腐で、あ、なんとかなんとか豆腐ですね、あ、そこそこて、え、あれない、そこは分かんないな、ほんまに、はき豆腐とか豆腐とかなんか、ああいう時にいつも思っちゃう、あの小さいっていう感じがさ、こって読むかおって読むかみたいな、そういう違いがあるじゃん、確かにね、それやった絶対あるよ、いや確かに、自然に直されるの辛いね、自然に直されるのだいぶ辛い、確かに、いや分かるな、これじゃあみんなちょっと聞いてみます、一回、声がいるか、いらんか、こういうなんか長いメニューは世の中にいると思うかいらないと思うか、うん、いると思う方が1番、いらないと思う方が2番、アンケート取ってみますか、はい、それでは投票スタート、スタート、言いづらい、いや言いづらい、言いづらいのはいらないよね、いやね、だってメニューだけで2行書いてあるのとかちょっと分からないね、確かに、いらない、2多いよ、よし、そういうのに限ってね、横文字が多いし、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、投票トップ、いら2、いらないが 56.4、 でも1、いるが 43.6、 結構いるじゃん、いるんだ、いるの本当にいる、言う、絶対言わないじゃん、絶対さ、こうやっているとか言ってる人に限ってさ、あ、これとこれとこれでとかさ、めっちゃ略してね注文するやん ね、絶対言わないじゃん、え、いる、かっこよさ、いやおしゃれだもんね、スペシャル感が出るとかってこと、リカも思った、番号でよくない、全部、あー、そうだね、11番でとかさ、あー、それだとさ、あの間違いもないしさ、確かにめちゃ言いやすいし、ね、番号いいな、番号だったらもう注文もすることもしなくていいじゃん、なんかボタンとか押しとけばいい手元にあるボタンでこう、うん、確かに、わー、いいですね、これ、ショッピングのお店が一番楽なの、それはそう、それはそうだ、それはそうだ、結果ね、結果食券、じゃあ続いて、はい、はずきいきますか、はい、私はこれです、色鉛筆の白、ね、そういうこと、いや、これはいらんで、そういうこと、だってさ、もう白ってさ、使う、みんな使ってた、え、使う、え、使ってたんだ、リリカは使わないと思う、え、だってさ、雲か、まあ、例えば、うん、あのお空の絵を描きますってなってさ、うん、白い画用紙にね、うん、こう描いてるやん、うん、雲なんかさ、こんな周りの縁描けばさ、中白いねんからさ、こんな白の色鉛筆なんか塗らんでいいし、そんな、みってか白はずき、ほんまに一回も使ったことないよ、あ、でも使う人多いよ、え、嘘やん、あの白髪じゃない時ってめちゃくるえ、白髪じゃない、そういうことか、なんか黄色っぽい髪とか、うんうんうん、白じゃなくても黒の上とか、黒の上、うん、黒の上、なんか色画用紙ってよく使ってたじゃん、あるある、使ってた、そういう時に書いたりとか、でもリリカも小学生とか、うん、色鉛筆のさ、もう24色とか買うじゃん、大きい、ね、あれでさ、こうもうピンクとか可愛い色がなくなっていくわけよ、うん、この中でなくなってるなくなってる白って言って白だけさ、白一頭一回も削ってない、むしろ削ってないよね、あれ、あ、すごいあった、みんなそれあるよね、いや、ほんまにこれはもうリーカも使わん人だった、それ白って何の効果あるんだろう、でも白の上に白塗ったら全然違う、え、白画用紙、白画用紙に白塗っても全然違うよ、真っ白になる、濃くなんだ、白がもっと濃くなるってこと、へえ、白らしい白になる、そんなだ、小学生でそういう発想ないもんね、ま、白は白よ、あとなんか地味に修正になる、なんかちょっと薄くなるみたいな、あ、消せない、ちょっと消したりもするかもしれないけど、へえ、そんな凝ったことしやんもんね、
白かける白は違うよねだって、違う、白使う人は絵うまい人やって、あ、リーカもそういえば白使うな、白使う、いや使ってない、そうだわ、どこにどこに使うの、え、どこに使うの、顔のこう修正部分とか、修正じゃん、レタッチ、レタッチ、レタッチ使ってんの、でもなんかそのままにずっと気になってる、絵描きさんの映像とかさ、めっちゃ白鉛筆出てこない、分からへん、出てくるのかな、すごい出てくる、え、逆に誰かさ、今度あの画家さんが頑張ってこうお友達作ってさ、白使いますかみたいな聞いてもらって、ここで成果報告してもらって、 白使いますかって聞くためだけに画家さんと友達になるの白を使った絵と使ってない絵とか書いてほしい、確かに、あれそれいいの、これアンケート取りましょうか、うん、白の鉛筆は必要か、いるかいらないか、1番がいる、2番がいらない、それでは投票スタート、絵の具の白は使う、絵の具の白はあの薄めるために一緒え、だって、え、だって薄まらへんくなんな、混ざらんやん、混ざるっけ、あ、白単体でだよ、あの、ま、色混ぜるじゃなくて、あ、白単体は使わへん、使わない、絵の具はめっちゃ使ってた、白、逆に3本ぐらいあったもん、あの絵の具の中で、あるよね、あるか、あるかでもあれはでも色薄くするために、ね、色薄くするだけに使ってた、それでは10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタップ、1、74.3% の人がいる、 25.7% の人がいらない、そんないるん、そんな必要なんだ、結構大事なんや白って、へえ、パステルカラーで使うから、そうだね、そうなんだ、なんかみんな雲ばっか描いてるの、なん雲以外にあるのかな、雲以外にあるでしょ、白だって雪だるまないかな、雪だるま全部白って描くじゃん、丸だけ、雪も白じゃん、え、めっちゃ使うんじゃない、使うんだね、使ってたんじゃない、じゃあ最後に私いいですか、はい、私がこれっているって思うものはこれ、物じゃないんですけど、1万円入りますあるこれはこれ確かにすごい思う、あの、うん、お店で特にさ、例えば一人でさ、うん、ご飯食べた後とかにさ、うん、結構小さいお金なのにさ、うん、あ、ないと思って1万円出したら大きい声1万円入りますっておお言われた言われたみたいな、確かにこのさ1万円入りますって誰に言ってるんだろう、なんなんよね、でも周りの店員さんみんなはーいって言うじゃん、はい、言うね、でも確認する人もたまにいたりする、いるよね、なんだ1万円ってそんな大事なもの、え、なんか1万円ないのかな、とかお店の人働いてた人で1万円入ります言ってた人います、でもさ1万円入る、5000円入ります、ある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 んだ、え、言ってどうするの、いや本当わかんない、5000円入ってちょっとイエーイ稼いだイエーイでもさ、でもさ思ってそうさ喜ぶ、例えばねこれ例えばね、喜ぶとするやん、1万円入りますイエーイってなるやん、けどさそれでさ1万入ったところでさ、こっちがお釣り出さなあかんわけやん、お金めっちゃ抜けてくやん、だからイエーイじゃないって別にえ、どういうあれなんだろう、1万円入りますイエーイ、防犯のため、防犯、え、どういうこと、1万円入りますって言われた方が抜きたくなんない、1万円入ります、もらいます、どういうことで、それもわかんないけど、1万円入りますって言われた方が、あ、レジのお金が合わないことも、でもさそんな5000円とかさ、え、こわかんない、え、全然わかんない、お釣り間違いないミス防止、レジの、あ、コンビニ、あ、必要なのかな1万円だけ別のところに入れてたって書いてるよ、1万円入る、え、でもさ同じさところに入れる時もない、あとなんかさ、お釣りを確認してもらうとか、あー、あの先輩店員さんみたいな、そうそうそう、あー、おーみたいなあるあるある、確認さえまみたいな、あれ謎だな、1万円、え、でもさ、そんなさ、5000円2枚出した時どうするの、5000円2枚入りますそういうことだよね、5000円2枚1000円札10枚入りますみたいなことじゃない、1万円以上の買い物した時は別に言われないよね、そうなんだ、それは、あ、でも確かに1万以上の買い物、そっか、1万5000円とかやった時に2万円渡したら2万円入りますっていうかな、ちょっと桁が違うからかな、ちょっとこれ全然わかんないわ、でも言われるのは恥ずかしい、本当に恥ずかしいよね、だってもう100何
200円とかの時にさ1万円出してもらった時に1万円入りますって言ったらごめんちょっとここ今チョコしかないんだけどもうちょっと買えばよかったかなみたいな、もうちょい買っとけばよかったと思う。これちょっとアンケート取っていいですか。1万円入ります、いると思う人は1番、いらないと思う人は2番。それではアンケートをスタート。なんで1万円なんだ。これ言ったところで別にでもさ変わることはないじゃん。まあね、でも知りたいよね。で今日1万円入ります、何回入りましたって覚えてるわけじゃないでしょ。覚えてない。確かに覚えてないね。あでも1番多くない。1多いね。黄色え、なんで。投票終了まで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ストップ。結果はめっちゃいい。いるが 55.4、 いらないが 44.6。 なんで1万円渡したっていうあれが欲しいかな。そうなんかな。1万入ります、1万円渡しましたみたいな。これいるん、本当、恥ずかしくないの。あー店員さんにしかわからないワードとかだったらさ、こっちが恥ずかしくなることはなくない？あー確かに。なんかワイみたいな。ワイワイワイだったらまださ、なんかペイは1万円、ポイは5000円。あーいい。ペイポイペイボーイ。これ言ってない。これがいい。ポイペイ。ポイポイペイ。2万円かって。ポイポイペイって。そういうやつにしてほしいよね。確かに。ね。確かに。それだったらまだちょっと恥ずかしくないかも。ポイ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 ペイ。ということで。確かに。こちらはちょっと難しいあれでした ね、 いや1万円入ります。結果でも知りたいね。知りたいね、ちゃんと、ね、どういう経緯があってか。誰か働いてもらって一回接客ぜひ、まあね、したら分かるかもしれない、ね、いたらもうぜひ教えてください。お願いしま す、 お願いします。はい、ということで以上ワースタのこれっていりますかのコーナーでした、はい、さあ早いものでもうエンディングのお時間が来てしまいました、はい、ここでワーストからお知らせがあります。おい、ここで初解禁、はい、そしてすごいあさってのことなんですけれども、はい、お知らせさせてください、はい、こちらあさって10月13日肉フェスの出演が決定しました。お肉焼いちゃってですよ。焼いちゃってついに行っちゃいますね。お肉の現場に私たちが参戦させていただくことが決定しました。ほんと急遽になっちゃうんですけど、ね、もうあさってですか。あさってもうすぐ焼いちゃいます、ね、でも肉フェスってすごい大きいイベントですし、うん、お肉を身にまとって、はい、お肉を歌ってたくさんのお肉好きの方と交流できたらいいなと思っているので、お時間ある方はぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてで、先イベントかつか、うん、はい、10月31日にはガールズビーアンビシャスリリースします、ミニアルバムよっ。まあ今言ったね、焼肉の曲も入ってますし、うん、はい、5曲たくさんあの幅広い楽曲入ってるので皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそしてはい、そして来月11月22日、23日、にゃんにゃんにゃんにゃーの日に、ワーストプレゼンツ、ワンワンにゃんにゃー秋祭り、よみうりランドランラホールにて開催しまーす。ワースト初の、あれですね、何でしたっけ、主催イベント。主催イベントになってて、はい、もちろんいろんなアイドルさんにも出演していただくんですけど、はい、ライブだけじゃなくね、縁日屋台とかも、結構ね、はい、楽しく、やっていこうかなと思ってるので、うん、ぜひぜひ皆さん2日間ありますので遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、ここで今日の放送内でのランキングを3位の方からお呼びしたいと思います、はい、そして最後にお呼びする、最後じゃないですね、今からお呼びする3位から1位までの皆さんには、私たち3人のサイン入り席をプレゼントします、はい、1位から3位になった皆さんはこのままログインした状態でホーム画面のお問い合わせのページから当選したことを上にお知らせください、うん、今日から30日以内に連絡をしないと無効になってしまうので、はい、お早めに連絡をお願いします。そして運営からの返信があるまで今のお名前を絶対に変えないでください。ちなみにパソコンのラグなどでランキングが変動していても、今から私たちがお呼びした方が当選なのでご了承ください。はい、それでは早速発表したいと思います。大丈夫ですかね。 OK かな。それでは
3位はキュアお父さん、おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。そして2位はクジラのさん、ありがとうございます。そして1位はミケール、ありがとうございます。今お呼びした3名の方は、早めにご連絡をお願いいたします。お呼びできなかった皆さんもたくさんのコメントやギフトありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送はですね、10月の25日木曜日19時からの放送予定です。はい、次回の MC は私児玉リリカ、そして出演するのは広川七瀬、松田美里の3人でお届けします。うん、番組をお気に入り登録しておくと通知が来て忘れずに視聴できますので、ぜひ登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは最後にタイトルコールで締めましょうか。はい、いきますよ。せーの、ワンスタートーク部、ありがとうございました。